いやいや、どうも、YouTube、コントラバス、今日もやっていきたいと思いますよ。今日は何をやるかっていうと、前回ドレミファソラシドをやったでしょ。ドレミファソラシドをやったんだけど、指でやっちゃった。弓をやってない。指と弓とで、だいぶ気持ちが違う。気持ちが違うし、指を使って、弾く時のコントラバスと、弓を使った弓を使うと、だいぶね、コントラバスっていう楽器のなんか特色が変わると俺は思っています。なんかね、違う楽器やったぐらいの気持ちになる。で弓でやる時の重要なことは、やっぱり構え方に戻ってくるんだな。ってのは、指で弾くと、前も言ったけど、この地面でまず置いてあるでしょ？地面に置いてあって、左手で押さえて、で、ここでも押さえられるわけ。で、腰でも当てられて。4点あるから、すごい安定させやすいんですよ。だってこれだけでもいいわけだから。だけど、こいつがなくなるわけ。弓になると、こうなるわけよ。だから、こっちは、こっちは自由に、動かなきゃいけないじゃない。ちゃんときちんとした場所を押さえて、それも、弦を飛んだりして、いろんな風に動かなきゃいけない。だから、あんまりガッチリこれを支えるっていう、ことにはあんまりね、使えないわけですよ。使えないわけ。まあ、ちょっとこう、支える程度ではできるけど、掴んで押さえておくってことはできないわけね。で、こっちはそもそも触れられないわけ。弓でしか。となると、この構え方超大事。これで安定させないと動かない。こっちが動かない。で、じゃあ、弓でドレミファソラシド、ちょっと弾いてみるけれども、まあ、勉強になるのかな。見た方がいいよね。というわけで、弓でやるとき、はい、こっちでは支えるだけなので、ここで押さえてるっていうのが超大事。で、みんなが持ってるのは多分ジャーマンボだから、こうやって弾いてみようか。低音源弾くときに、やっぱフレンチの方が俺は弾きやすいな、ずっとやってきちゃったからかな。低音の方、今ドレミファソラシドって上がってみたけども、じゃあ下がってみよう。下のミまであるから、コントラバスはね。下のミまで。となるわけですね。で、この低音源がさ、今さ、フレンチで弾いたでしょ。フレンチで弾いたんだけど、これがジャーマンだったら、こういう風にひねるのにはとてもいいんだけど、こういう風にひねろうと思った時に、この低音弦、いい弦を弾く時、この一番こっちの太い弦、一番太い弦をジャーマンで弾く時に、ちょっとね、これ、ちょっと、むずいんだわ。あ、そうですかって感じですか。ちょっとこっちに来るからさ、弦に当たっちゃうじゃない。これどうやったらわかるかな。どういう角度で見せたらわかる。ほら、こっち入ってくるでしょ。まあもちろんこれは大げさだけど、これさ、俺がこっちに立てたら弾きづらいよね。すごい痛いね。手首決まるわ、こんなんね。手首を壊すわ。なので、これジャーマンの人ってどうやってるの？こうやってちょっとこっちに来るの？あ、それでみんなこっちに来るのか。へえ、でもさ、どうやってやってるの？ちょっと誰か教えて。ジャーマンでいい弦弾く。どうやって弾いてるの？これじゃあ、まあ、やっぱこっちに向けるようだよね。だから、ちょっとベースの位置動かさないと俺弾けないや。どうやってんだろう。これに
になるようにみんなこうやってやってると思う。それにしたってな、それにしたってな、どうやってやってんだろう、ちょっとわかんない。俺もちょっと研究してみる。分かったら伝えます。で、じゃあ、いいや。だから、俺フレンチの方がいいな。フレンチだったら別に立ち位置変えなくても。ね、いいもんね。いいもんね。はい。というわけで、ジャーマンは弾きづらいということが分かりました。俺にとってはね、みんなは頑張って練習して。で、言いたかったことは、あとこっちの、前回言い忘れた、ドレミファソラシドをやるときに、ドレミファソラシドこのぐらいのポジションだって、この、要するに、4つ目のこの C の音のところに中指持ってきてって言ってやってたじゃん。やってたじゃん。まあ、それはそれでいいのね。それはそれでいいんだけど、このね、これ肘の高さを上げましょうって習わなかった？俺別に誰にも習ってないんだけどね。まあ見てて、あ、こうだなって思ってやってるから。あ、でもまあね、言ってたけどね、肘上げた方がいいよとかっていう風に言ってる人を見たことはあるけど、肘を上げるっていうのはどういう意味があるかっていうと、ここをさ、こいつが例えばっていう風に、こいつは自由にならなきゃいけないじゃん。こいつらっていうのは人差し指、中指、小指、こいつらが自由にならないといけない。自由にならないと、あ、難しい。こっちの返しが難しいな。あ、むずいな。できねえじゃん。まあまあ、とにかくこっちは自由にならなきゃいけない。こっちを自由にするには、ここのね、手首のここがこうなってると、あんまり自由効かないわけ。自由じゃなくなるわけ。すごい硬くなっちゃうわけよ。で、硬くなるとどうなるかっていうと、ここが上がりきんなかったり、ね、上がりきんなかったり、もしくはなんか頑張って、なんか無理やり頑張って、なんかおかしなことになるわけよ。おかしなことになるわけ。だから、ここがまっすぐだと一番動きやすいのね。なので、ここをまっすぐにする。この手首のところをまっすぐにするようにするっていうことなんだな。だから無理にこうやって上げるっていうことが必要なんじゃなくて、ここがまっすぐになるとこいつらが自由になりますよっていうことなのね。なので、というわけで、俺もあまり上手くない？あんまり綺麗じゃない？どうでしょう？誰か教えて。いいわ、俺教わんない。俺は誰にも教わんない。俺は。というわけで、ここが大事、ここが大事。そしてここで抑えられている、ここで支えられているってことはとても大事。で、あとは弓を引きながら、ビブラートをかけるっていうのを今度やるね。よくやりがちなのは、困っちゃうっていう。これ次回やるわ。というわけで、今日のところは、ここの角度。それから、弓を引くときは、やっぱりここが大事だよって。うん、これをやりました。というわけで、じゃあ、次回は、何やるって言ったっけ、忘れちゃったけど、まあいいわ。じゃあやります。はい、これ C です。はい、じゃあ C でさようなら。お疲れ様でした。また。いってらっしゃい。